エジプト第8王朝はエジプト王国、もしくはエジプト第一中間期時代の古代エジプト王朝。その具体像は明らかになっていない。エジプト第8王朝は王国時代のメンフィス政権の継続であるが、統治についてわかっていることは、ほとんどない。しかし、多くの王が、ペピニセイのホルスナであるネフェルカラーを名乗っていることから、第6王朝から受け継いだ王権の正当性を、 主張し、これを保持しようとしていたことが狙える。王朝後期に在位した4人の王についてはわずかながら、情報があり、上エジプトのコピトスコーシェマイによる直令が刻まれた石碑で言及されている。彼らのうち、カカラーについては、彼の作ったピラミッドが発見されていることによって、その存在が実証されている。彼がピラミッドを構築したことは、 第八王朝が皇王国時代以来の伝統を固守しようとしたことを端的に示すと言える。シェマイという人物はカカラーの次の王ネフェルカウラーの治世中に上エジプトの長官を務めており、次のネフェルカンホール王の代には王の娘ネビエトと結婚して最小の地位に就いたという。彼の代に出されたコプトスの直令のうち八つはネフェルカンホールの治世中に交付されたことが、 石碑の記述から判明している。上、エジプト長官の地位は皇王国時代から上、エジプト諸州を統括するものとして設けられており、第8王朝が第6王朝と同じように、上エジプトの有力諸公と隕石関係を結ぶ政策をとっていたことがわかる。しかし、メンフィスを拠点として続いてきたエジプトの統一政権の統制力は弱まり、各地で自立した就航は相互に争った。 やがて紀元前2160年頃に上エジプトのヘラクレオポリス公、ケティ一世が王を称して、現在第9王朝と呼ばれる政権を立て、やや遅れてやはり上エジプトのテーベで、アンテフ一世が現在第11王朝を成立させた。こうして、エジプト史は新しい局面を迎えていくことになる。第8王朝に関するマネ等の記述は、 後代の三人の歴史家によって引用されているが、その内容には矛盾が見られる。セクトゥス・ユリウス・アフリカヌスは、第八王朝は27人の王によって146年間統治されたと記述している。しかし、エウセビウスは5人の王が100年間支配したと記録している。ラムセス2世の時代に作られたアビドスの王名表には、 第42欄から56欄にかけて、第6王朝以降に即位した17人の王たちの名前が記録されている。もう一つの鳥の王名表は、損傷が激しく、カカラアイビー以外の名前は判別できないものの、彼の後に統治した王たちの在位期間が確認できる。鳥の王名表は、アビドス王名表に記述された最初の9人を除外しており、 この二つの資料の違いを参照した真似等が第七王朝と第八王朝を二つに分けた可能性も考えられる。第六王朝のペビ一世の知性から第八王朝にかけてコプトスで交付された直例を記した石碑。全部で十八の石碑の断片からなり、そのうち十二個が第八王朝の時代に交付された。同王朝の歴史を知る数少ない資料で、 直例の中身が王権が衰退していく様子を反映している。以下はアビドスの王名表に記載された第8王朝の王たちの一覧である。在位期間は鳥の王名表に記録されたものだが、ネフェルカラーネブイからネフェルカミがあルまでの10人の王たちは省略されている。考古学的資料によって存在の可能性が高いと見られている王、または存在が確定している王は、 王朝末期の四人の王のみである。ありがとうございます。